エクセルは、イギリスの自動車メーカーである、ロータスカーズが製造、販売していた2、2プラス2乗り FR レイアウトのスポーツカーである。ロータス車内のモデルナンバーは89。2代目エリートのファストバッククーペ版である、ロータスエクラの後継車種として1982年に発売された。当初は、エクラエクセルとして発売されたが、その後、エクセルが正式名称となった。 エスプリなどと同じ2.2リットル水冷直列4、気筒 DOHC エンジンを高性バックボーンフレームに搭載し、ボディはロータス伝統の FRP を採用した。内装は2プラス2で、本側シートとキメが貼られたダッシュボードという豪奢なものであった。当時、定型関係にあったトヨタの部品を採用し、トヨタ製 W58 型5足、 マニュアルトランスミッションが組み合わされ、ホイールやドアノブに2代目セリカ XX 用の部品を採用するなど、トヨタ製部品を使用することで、コストダウンと信頼性向上が図られた。各所に流用と思われる部品がありますが、実はデザインや機能面だけが流用で、共通部品ではありません。一部を除き相互互換できないので、そのまま部品採用しているようではないです。 実際にドアノブなどは60系セリカ、XX 前期型と共通に見えますが、若干サイズや中の機構、素材が異なります。なぜ全く同じ部品にしなかったのか残念です。特に公認されてはいませんが、同じ十字アーロのデザインからスタディされた内外装で、あることは間違いなく、鉱石に対する使い方、考え方に大きな違いがあるものの現代では、 考えられないぐらい同じデザインを採用しています。1985年には圧縮比の変更により最大出力を 180PS にアップした SE を追加。1986年には z f 製4 h p 2 0にオートマチックトランスミッションを搭載した SA が追加された。1992年まで生産された。 10年間の総生産台数は2159台。ありがとうございます。